皆さんこんにちは、ボストン在住のかなえです。今日はアメリカの有名なチェーン店チーズケーキファクトリーに行ってきます。この有名なチーズケーキファクトリーで英語勉強中の私が注文にも挑戦します。チーズケーキファクトリーの店内と美味しいチーズケーキを皆さんに紹介しようと思うので、よかったら最後まで見ていってください。すごい店内が広くてファミレスが3つぐらい入りそうな感じ。メニューはこんな感じです。すごい英語の量。今日は軽くご飯食べてデザートを食べようと思います。私チーズケーキファクトリーってケーキ専門店だと思ってたんですけど、なんか食べ物メニューがいっぱいあった。チーズケーキファクトリーっていうだけあってチーズケーキの種類がすごい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 種類ぐらいある。 Hi, how are you? Good, my name is Palmer. I'll be your server. Do you need a few minutes to decide on what you want to drink? Drink could I get tap water? Water? Yes, please. No ice? With ice. Ice, sir? Yeah, same? Yeah. Cool. Thank you. 注文フレーズもう忘れたわ。でも言えたね。よし、お水を頼みましたよ。氷いるかいらないか聞かれたのあんまりないから、ちゃんとしたレストラン感あるね。シートもさ、なんかしっかりしてるし、ここもケーキ2種類食べようかな。パンプキンピーカンとかキーライムチーズケーキっていう、なんかアメリカでよく聞く酸っぱめのやつとかもあるし、ティラミスチーズケーキもあるしとか、カラメルピーカンタルトチーズケーキ、リンダーズパッチケーキ、キャロットケーキもあるよ。もうすごいな。とりあえずチーズケーキが3分の2ぐらいを占めていて、他にあとはフレッシュストロベリー、オレオチーズケーキ、アルティメットレッドベルベットケーキ、ピーナッツバターチョコレートケーキチーズケーキっていうどうなっちゃってる。何がどうなっちゃってる。あとはチョコレートチーズケーキ、ココナッツクリームパイチーズケーキ、パイナップルアップサイドダウンチーズケーキ。アップサイドダウンって何？逆さまかな？逆さまケーキ？セレブレーションチーズケーキ、キャラメルアップルチーズケーキ、アダムスピーナッツバターカップパッチリポー、リコト、ベリーチーズすんごいいっぱい種類がある。日本にもありましたっけ、チーズケーキファクトリーないかな。Do we know what we like? We still need a minute. We are still thinking. Still thinking? Yes. Take your time. Thank you. フレッシュストロベリーっていうのが most popular って書いてるから人気なんですよね。なのでこれとセレブレーションチーズケーキっていうウキウキな名前にします。 What would you like? Could I get fresh strawberry cheesecake? Cheesecake? Yes. Okay.Celebration cheesecake. Celebration? Sure. That's it. For here? Yes. Okay. Thank you. パン来ました。全粒粉のパンと、カリッとしたバゲットのようなパンと、バターです。来ました。見て、美味しそう。じゃーん。これがストロベリーラベリーチーズケーキで、セレブレーションチーズケーキです。なにこれ、すごい、かわいい。いただきます。見えますか、この断面図。じゃ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 ーん、カラフル。ホイップクリームがすんごいなんか爆弾みたいに大きくて、その上にカラフルなチョコみたいなのが散りばめられています。こんなカラフルなケーキは日本では絶対見たことないので、これ頼んでよかったな。食べます。では切ります。こっちから失礼。あ、クリームが結構硬い。じゃじゃじゃーん、食べてみます。うん、甘い。なんかね、口が開きにくくなるぐらいの。うん、
このピンクのところはベリー系の味のスポンジケーキです。おいしい。青いスポンジケーキ初めて食べたよ。甘いけどちゃんと酸味もあるから食べられる。クリームすごいわ。クリーム好きにはたまらないね。いただきます。食べられるかな。あ、生クリーム幸せ。おいしい。おいしい。初めてのチーズケーキファクトリー、いいです。あの色はすごいどぎついけど味はどぎつくない。ただすでにしょっぱいものを食べたい。そういった意味でこのねパンはいい組み合わせなのかもしれません。次のケーキに移ります。次はこちらです。ラリラリラリアン。このほらちょっと倒しても倒れないぐらいの硬い生クリームですよ。で、いちごにはなんかとろっとしたコーティング剤がされています。ではいちごから切ってみましょうか。いちごがねすっごい大きいんですよ。日本のいちごの2倍ぐらいある。アメリカのいちごって大きいけどこんないちご見たことないよ。ちょっとお口直しに。あ、このいちご結構甘い。アメリカのいちごって日本のいちごみたいに甘くなくて結構酸味が強いんですけど、これはなぜか甘い。周りについてるのはジャムみたいな感じ。ジャムより甘いわ。ということでチーズケーキをいただきます。じゃん。おお、これは王道って感じですね。チーズケーキと一番下にグラハムクラッカーで作られた底がついてます。うーん、すごい濃厚なクリームチーズの味があります。下のクラッカーはザクザクって感じよりもうしっとりしてる感じ。日本のような甘さ控えめっていうよりもしっかり甘さがあるチーズケーキです。これはね確かに甘いから酸味が効いたいちごがよく合うと。ではいただきます。甘い。イメージ的にさっきのカラフルケーキの方が甘いと思ってたんですけど、こっちの方が結構ガツンとくる甘さですね。いちごがないと全部食べきれないと思います。おいしい。ケーキが超特大。この生クリームがすごい。こんな塊だよこれ。このホイップクリームね、ちっちゃく見えるでしょ。違う、ケーキが大きいからこれが小さく見えるだけで、小ぶりのリンゴだから。日本だったらさ、これさ1個でいいなよ。2個ある。生クリームは甘さ控えめだったんで、セーフ。2口ずつしか食べてないですけど、もうなんかねすでに今日お昼ご飯を軽くでも食べてきたことを後悔しています。なんで食べちゃったんだろう。お店のメニュー的にはレストランだから、普通に食事の後にきっとこれを頼んでデザートとして食べるのかなって思うんですけど、それにしてはすごいカロリー。そうだ、カロリー、カロリーといえばメニュー表にねこのケーキのカロリーが書いてあったんですけど、さあ皆さん問題です。このストロベリーチーズケーキ何カロリーでしょうか。1 650キロカロリー。まあ丼ぶりとかね、マクドナルド弁当ぐらい。ケーキ1個だからね。2 800キロカロリー。グラタンとかラーメンとか。ナンバー3 1000キロカロリー。はい、皆さんどうでしょうか。正解はナンバー3 1000キロカロリーです。やばい。なんとこれ一つで1000キロカロリーもあります。恐ろしい。どうしてだろうね。いや結構甘いから。じゃあ次の問題に行きましょうか。第2問はこちらのレインボーケーキ、一体何キロカロリーでしょうか。1 880キロカロリー。2 1080キロカロリー。3 1380キロカロリー。はい、皆さんどう思いますか。さっきのより、まあ、ちょっと大きめかな。で、爆弾クリームは一つだけ。甘さはさっきの方が甘かった。意外と甘さ控えめなんですよ。はい、どうでしょう皆さん、答えは決まりましたか。正解は1380キロカロリーでした。信じられますか。
これがアメリカのケーキのカロリーです。だってこれとそれを食べるとこっちが1000でしょ。このカラフルケーキが1380だから2つで2380カロリー。成人男性の1日の摂取カロリーということで、皆さんカロリー問題どうです、どうだったでしょうか。そんなわけないやと思ったらグッドボタンお願いします。はい、まだ食べます。お口直しにパンを食べます。これはね、もうね、持ってきてもらった時点でね、ホカホカだった。この素朴な味で、この周りについてるのはオーツ麦かな、ちょっと甘さあり。次これ、ちょっと薄めのバケットで大きな穴が開きます。おー、カリッカリで美味しい。ちょっとだけ塩気、このパンのほんのわずかな塩気でさえすごく欲している。ケーキが甘いから。私の勝手な考えだとカラフルなケーキは甘いと思ったんですけど、こっちの方が甘さ控えめ。この店内はさ、クリスマスっぽい音楽がかかってて、ポインセチアっていう赤い植物が置かれていて、すごい雰囲気があります。これがチェーン店なんですね。すごいね、アメリカのチェーン店初めて来ましたよ。生クリームが全然甘く感じないんだけど、これは本当に生クリームが甘さ控えめなのか、それともねケーキが甘すぎて感覚が変になってしまったのか、もはや私には分かりません。そしてこのケーキが甘いとか甘くないとかいう判断も、最近アメリカ寄りになってきた私の舌によってすると本当に甘くないのかが分からない。このストロベリーの方がね、結構しっかり甘いね。うちの夫の顔が死んでいる。甘さでやられています。そういえばね、さっき入り口の方行ってみたらショーケースがありました。ホールキッチンも陳列してたんですけど、上中下の3段で、手前と奥にそれぞれでもこんな大きな、こんな大きなホールケーキが置かれていて、すごい豪華絢爛でした。いや、食べる前に見に行ってよかったわ。もう食べた後だともうって感じで、もうね、胃もたれしそうな感じ。すごく行ってみたかったお店なんでね、いい経験になりましたよね。店員さんが、はい、この黒い箱を持ってきてくれたんで、この中にケーキとパンを入れて持って帰ります。今日の夜ご飯です。明日だね。今日はもう食べられないわ。カードでお会計を済ませました。ケーキはね、いちごの方が 9.50 ドルなので1200円ぐらい。セレブレーションチーズケーキだいたい1000円ぐらいでした。なので2つで2500円未満で収まりました。ということで、チーズケーキファクトリーいかがでしたでしょうか。注文を無事なんとかできました。いつも皆さん応援ありがとうございます。皆さんにね、チーズケーキファクトリーの店内の様子とかアメリカ気分を感じていただければ私も嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ボストンから花井でした。チーズケーキ美味しいよ。モールですよ。あ、見て見て、ドロップレターヒアーだから、この中に手紙入れたらサンタに届くんだ。セパラに来てみました。モラプレックスっていうなんかね、アメリカのシャンプーコンディショナーなんてすごくいいって聞いたので、これがね今安くなってるっていうから結構高いんだよね。ちっちゃいボトルで3000円もするのか。でもすごくいいんだって。買ってみたいな。買ってみるか。今日ね 30% オフだって。クリニックのクリスマスセットみたいなのが売ってます。日本より安いのかな。クリスマスモードで可愛い。これがナーズ、いっぱいあります。これなんかリアーナさんのフェンティビューティーっていうらしいね。いろいろファンデーションとかあります。ハーダーベーティーってな。わあ、綺麗。カラカラカラてる。すごい、これリップすごい、すごい派手派手。いろいろあります。こちらアップルです。アップル13売ってます。これはドラッグストアなんですけど、お菓子めっちゃ売ってるし、サンタも売ってるし、プレゼント売り場になってます。これはアメリカンイーグルだって。すごい、中が赤チェックのクリスマス仕様ですね。アメリカはさ、ほんとクリスマスがすごいから、クリスマス前の今の時期はいろんなところにプレゼント用の
ギフトが売られています。一番買う時期だよね、きっと。バス&ボディーワークスですよ。いい匂いのするやつ。ここもクリスマス仕様ですね、どこも。